はい、どうも皆さん、こんにちは。藤尾です。トゥーザムーン実況プレイ、続きやっていきたいと思います。パート11かな。そろそろ佳境に入ってきた感がありますね。はい、じゃあ続きやっていきましょうか。前回ね、ジョニーか。ジョニーのね、幼少期の記憶に潜り込むことができまして、リバーと、ジョニーが出会った行き先とかも見ることができたんだったよね。原因は君だったんだな。で、エヴァがさ、そう、一人でさ、どっか行っちゃったんだよね。月に行く方法がこれでやっと分かったわ、みたいな感じで。で、ここの時代に戻ってきたと。高校生の時代ですね。こいつかな？これは君のためにやってるんだ。人工的に作られたクソったらめ。バック？あ、触れない。ニコラス、話せない。じゃあ、下に行っちゃっていいのかな？いや、前回ちょっと、ね、ニールの言葉を借りるとさ、お、やっぱこっちに行ってる。おセンチな話になっちゃってさ、もう泣きそうになっちゃったんですけどさ、もう、この後も、ずっとこんな感じが続くんかな。実況で泣いちゃうぞ。やばいぞ、俺。何をするつもりか分かってるぞ。どう思ってるか分かってるよ。僕は君がどう思ってるか分かってるってことが分かって。いい？私たちの仕事は、彼を月に送ることなの。エヴァはどうしても月に送りたいっていう気持ちが強くて、ニールは多分月に送るってそういうことじゃないだろうって思ってるんだろうな。そのためにはジョニーに月に行きたいと思わせることよ。だからってリバーを消すつもりなのか。月に行きたいって言ってるのが彼女が死んだからだとしても、分かってるわよ。でも契約書には。契約書？エヴァ、僕はあのじいさんを不幸にしたくはない。君がどうだか知らんが、あのイカれたじいさんを幸せに死なせてやりたい。私もよ。それに私はこの仕事が好き。もし契約違反に終わったら裁判沙汰よ。はっきり言おう、ジョニーは月に行かない方が幸せだ。いえ、月に行く方が幸せなのよ、ニール。ちょっとごめん。俺、これはちょっとニールに賛成だな。私たちは神様ごっこをするわけじゃない。私たちの仕事は彼がサインした契約に従う。彼にとって何が幸せなのかを考えろ。そうだよね。私はリバを信じている。それに彼女を消すのはリスキーだと思う。どういう意味だ？彼女を消そうとしているのは君だろ？だから他で読めよ。ああ。一応リバーを消すつもりはないってことか。どうやって？もう時間がない。信じて。灯台から突き落としたやつを信じられるわけないだろう。お、なんだこれ。クソ、何をした？エヴァか？エヴァのせいか。バカみたいにデータが軽い。僕のコントロールを解こうとしても無駄だぞ、エヴァ。お、動ける。暗いな。めっちゃ暗く、おーい、なんだこれ。ふざけた真似を。エヴァ本気か？だからただの時間稼ぎだって。ご丁寧に解説どうも。移動。移動。これ避けていくって話。おい、なんかすんごい障害物が。トゲが。いてーやべ、戻されまくってる。これを受けてけって話か。はい。いやー、あーなんだこれ。お前が投げてるの結構高いやつだぞ。こっちの作業が終わるまでおとなしくそこにじっとしてて。やってらんねえな。いやー。避けて。うわー、結構ホーミング機能とかついちゃったりするこれ。うわー、トゲがえぐいな。結構戻されるな。いて、やべやべやべ。結構難しい。あ、やばいやばいやばい。ちょっと待って待って待って。はい。これに当たっちゃうとまずい。パソコン。Windows Vista！ くそ。この時代は何なんだろう、Windows。これ無理じゃね？これ無理じゃね？この場所は無理だったな。あ、やばいやばい。戻される、戻される。ちょっと。あいつに、パソコンに動き読まれまくってる。上。よしよし、いいよ。こっち。下？下行くのかこれ。
あ、なんもなさげ。とりあえず右上の方に進んでいこうか。エヴァは何をしようとしてんだ。ここから俺を追い出して引き離そうとする気か。本気？彼の記憶を危険にさらすつもりなの？やめて、お願いだからそんなに時間はかからない。うぐー、またかよ。だったら廊下の一番奥にいる私を探しに来てみなさいよ。あれ？ああ、さっきの続きか。結構もうジョニーも危ないんじゃないの？大丈夫か？こんなことしてて。おお！増えた。エヴァが増えた。ああ、神様、お願いやめて。ゾンビだけは嫌。ゾンビだ。なにこれどうすればいいん？これ以上近寄るな。武器を持ってるのぞ。WASTK で投げつける。武器って植木かよ。ちょっと待って。パソコンゲーム初めてだから、こういうの慣れてないんだな。これか。OKOKOK。で、投げつける。方向に、出てきた方向に投げればいいかな。こうか。おお、すごい。すごい。あ、でもまだ続いてるんだ。ほい。すごい、急にシューティングゲームになったぞ。ゾンビ、エヴァゾンビ。これは痛い。やばい、近い。いっぱいいるし。ちょっと連射したいな。フルオートできないの？植木鉢。あ恐ろしいことになってる。エヴァの教習。いける？こっち。ちょ。閉じ込められてんだけど。下。S。こっち行けばいいのか？そう、結局こうあるべきなんだ。この出会いをなくそうとしてんのかな、エヴァは。ここで出会わなければ約束が果たされるみたいな感じで解釈できるから、そうしようとしてるのかな。避けろ。よいしょ。いやー、ここに来て厄介なことしやがんないエヴァよ。はい。避けて。あれ？またここ？なんか、同じとこじゃないこれ。鉄球！鉄球投げてきたよ、とうとう。あ、痛い。やばい。ずっとくんね、これ。無限に。上。あ、やばい。助けて。ロックマンエグゼみたいになってんじゃんかよ。トーナメントブルームーンみたいなさ。無限ループじゃないこれ。大丈夫？まさか、ループ？とりあえず進めってことか。くそ。あ、植木鉢が投げたのに。おお、すごい。壁に穴が開いたぞ。なんと、こっち行けってことか。なかなか手の込んだことすんな。こんな風に本当に自由にいじれちゃうんだね、記憶の中の世界って。揺れるな。エヴァ、どうしたんだ？エヴァ？ん？何かが起きた？ん？下に行った。あれ？これエヴァじゃん。リバー、他には？数えきれないくらいの灯台、空の果てで動かない。構成がむちゃくちゃになってる。どうなってるんだ。ウサギ。めちゃくちゃだ。ここにはないはずのものがあったりしてる。傘さした、ジョニー。終わったよ、リバー。彼女はもう一人ぼっちじゃない。うわぁ、めちゃくちゃだ。マジでカオスだ。僕はただ普通の中に、どういうところが責任の違いかな、うん、あったね。とりあえず右に行こうか。おお、びっくりした、引かれたわ。リバーに。リバーにね。ピアノ弾いてる。
もうこの揺れてる影なんだ。あ、踊ってるやつか、灯台で。どうなってんだこれ。とりあえず右に行くよ。下。あ、サッカーボール。あ、これ見たくねえやつだわ。これはちょっと。うわ、怖っ。待ってよ。僕はジョン、君は？やめろよ、ホラー展開やめろよ、急に。ちょ、怖くなってきたな。上？こっち行ける？お。でもほら、それはとても昔の話だ。時間も日にちも決まって、めちゃくちゃだ。会話が。さあ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 。お、終わりが見えたかな。お電話。もしもし、しもしも。モルフェウスか？モルフェウス？エヴァよ、バカね。そうだ、冗談言ってる場合じゃない。よく聞け、今すぐ辞めるんだ。ジョニーがどうして欲しいか、分かっていないかもしれない。けど、何をしたくないかは分かってる。それはつまり、君はやってることだ。ニール、もう終わったわ。すぐに来て。お。やっとこの地獄の空間から解放される。ああ、よかった。ちょっと安心したわ。マジ怖かったわ、さっき。少年のさ、ジョニーが、いやーって言ったところ。すっごい怖かったわ。さあさあ、高校時代の廊下かな？何をしようとしてるんだ、エヴァ。階段から引き剥がしてんのか。彼女に何をした？落ち着いて。移動させただけ。僕にオリーブを食わせるためにコントロールを奪ったのはもう許してやる。でもこれはダメだ。ごめんなさい。何度記憶をリセットしてもここだけはどうにもならなかったの。つまりこうするしかなかったってこと。お願い、信じて。落ち着いて、ここで待ってて。すでにトリガーは引かれたってことか。おい、どこ行くんだよ。最後にもう一つやることがある。気取りやめ、こんな大層な扉作るなって。ニール、どうしたのよ。メロドラマのつもり？どうしてそこまで。いいわ、もう時間がない。ね、なんかニールさ、すごい、ここだけに関してはすっごい真面目になってるよね。ああ、なんか譲れないものがあるんだろうな。さあ、行ってこい。わかったよ。まあでも俺もエヴァの言う通りにしてうまくいくと思えないんだよな、実際。記憶を思い出させて、それで十分だと思うんですけどね。しっかり、これで告白の場面に来るわけですが、あれ？リーバーがいないんですね。本だけ置いてある。ごめんな。もう動き出したんだ。ん？ああ。すごい時間が経ったんかな？あれからって感じで。早くいい席取れなくなるぞ。落ち着けよ、どれも同じだって。いや、え？いや、ジョイの言う通りさ、キッチンの近くはいい匂いがするし。ジョイが来てる未来になってる。だろ？オリーブのおかわりもすぐできるし。ああ、一瞬気づかなかったわ。ジョイだったんだこれ、青枠のセリフ。あ、みんな青枠か。
先に出てきたやつはジョイだったんだね。オリーブ苦手だ、ジョニー。ジョイも助けたのか。他のリバーを見つけることはできるけど、兄弟は一人だけだから。さあ、これからよ。やばい、またぶっこんできやがって、このゲームは。泣いちゃうじゃんかよ。そっか、エヴァはジョイを助けに行ったのか。合わない未来になったんだね。ジョイとリバーが、ジョイじゃねえ、ジョニーとリバーが合わない未来に変わったってことか。で、かつジョニーは多分あの星空を見た夜のことは覚えてるんだろうな。リバーと一緒に見た星のことは覚えたまま合わない未来になって、いつか会おうと多分頑張って月に行こうとしてる未来になったのかな。これはこれでちょっと悲しいけどね。今までだって積み重ねてきたさ。お、作家、消防士、ジョン、君は？宇宙飛行士、おお！完璧、変わってる、夢が。そう、でもさ、積み重ね、今まで積み重ねてきた本当の記憶はなかったことになっちゃうのか、これ。いや、いいこともあったでしょう、でも。灯台の下で踊ったりさ、灯台のとこで踊ったりさ。ねえ、一緒に馬乗ったりさ、いいこともあったでしょう。それ全部なかったことにしてもいいのか、エヴァさんよ。確かにこっちの未来もいいけどね。どうなんだか、ジョニーにとってはこのまま、この記憶のまま亡くなった方がいいのかね。難しいな。競ってる。お、ニコラスに勝ってんじゃん、ジョニーよ。本当なら負けてるはずなのに。宇宙飛行士になるために頭も体も鍛えてたんかな。なんだよ、この歌しかも泣かしてくんじゃん、もう歌がもう。ああ、これあれか、志願書かな、願書的な出しに行ってんのかな。何回も何回も、ああ、何回も落ちてんだね。今度こそはって感じかな。こんな思い出もあったね。お、これジョイか。成長したジョイか、これ。すげえ、サッカーデビューしてる。すごいな。お、電話が来て。お、いい知らせかな、これは。何回目かの受験にしてやっと受かった的な。いやー、すごいなー。ジョイもジョニーもさ、頑張って夢叶えてんだな。作家と宇宙飛行士って、しかもまた、ハイレベルな職業に。NASA だ。来たか、ジョニー。でもこれさ、ハッピーエンドすぎてさ、逆にこれ、本当になんか、言っちゃなんだけど、こう言っちゃなんだけどさ、本当に幸せなんかな、こんな記憶で。って俺ずっと思っちゃうんだよね。さっきからずっと言ってんですけどさ。どうなのよ、これは。都合良すぎない？自分に。本当にやったんだな。驚いてるみたいね。何が起きようといつだって大成功よ。私たちが優秀だからよね。
ディールの言葉じゃん。これは成功じゃない。あのね、私たちは今NASAにいるのよ。本当にもう時間はない。ここを調べましょう。いやー、成功じゃないよな、ニールな。ごめん、ちょっとこれお前に賛成するわ。いや、だってさ、これさ、言っちゃえば無限つくみみたいなもんじゃん、ナルトで言うさ。自分たちの都合のいいように過去を変えて、ね、すべてが思い通りにいってるわけじゃん。それで本当にいいのかって話なんですよね。というわけで、一旦ここで切ろうかな。多分次か、次の次、最終回になると思います。さあ、どうなるんでしょうね、ここから。もう時間はあんまりないと思いますが。うわ、もう真っ赤だ。ジョニー。はい、というわけで、今回はここまでで、お疲れ様でした。それでは次回、またよろしくお願いいたします。失礼いたします。